私の名前はミリ。新年明けましておめでとうございます。私こそ地球を侵略してる。乗っ取りに来たな。こんな変質な格好してるのはこの島の平和を乱したやつに違いない。この私が退治してやる。いやあ、危ない。イカズチ将来水産伝説の魚介類イカズチマン。イカズチマン、大変なことになったわ。1. 通りすがりの島の人。 2. 通りすがりの島の美少女。 3. 通りすがりの謎の美少女。正解が分かった方はこちらまで。番組の感想も忘れずに書いて送ってくださいね。お手紙待ってます。とっても静かな島ですね。ええ、イカズチマンさんは今までどんな相手と戦ってきたんですか？いいえ、僕はこの島で悪者と戦ったことはありません。え、じゃあなんでヒーローを？僕はこの島の自然を守るヒーローです。だから自分の持てる力を最大限に生かし、毎日山や海岸のゴミ拾いをやっています。そうですか。ヒーローも大変ですね。そうなんですよ。あ、死んだけ美少女ミリちゃんだ。いや、この島では私の必殺武器ゴールデンハンマーも出番が全くありません。天変地異でも起きない限りね。津波だ、津波が来るぞ。津波だ。怪獣だ、怪獣が出たぞ。怪獣だ。あきゃ、あきゃ、隕石だ、隕石が落ちてくるぞ。隕石だ。あー、いやー、こんな星で死ぬのは私嫌。伝説の魚介類イカズチマン、ゴールデンハンマー。なーに、私はこの島を全力で守っただけですよ。それに
自分の持つゴールデンハンマーがあんな強力なパワーを持っているとは自分でも驚きましたよ。はい、皆さん、ありがとうございます。初めて会った時は本当にごめんなさい。まだ怒ってる？怒ってないわ。あなたのお兄ちゃんは本当にスーパーヒーローね。お兄ちゃんと力を合わせて島の平和を守ってね。はい、わかりました。守れるかこいつ。ちょっとお兄ちゃん何すんのよ。もうちょっともうゴールデンハンマー痛いよ。ちょっともうなんかやんの。ゴールデンハンマー。ちょっとお兄ちゃん今角当たった。ゴールデンハンマー。お兄ちゃんもう焼き火するよ。ミリさん、またこの島に遊びに来てね。ありがとう、さようなら。本日は休ませていただきます。おやじ。